見よう、あの兄弟の狩る馬の速いこと。欧州の子らは皆馬に慣れ親しんでおる。鍛え上げれば優れた騎馬軍団となろう。わしはいつかあやつらと共に大暴れしてみせるわ。バカめ、分かりきったことを申すな。わしが目指すは天下人の座、ただ一つ。天下を取った暁にはこの欧州に世界一の都を作ってみせるわ。貴様に一つ問いたいことがある。貴様にとって親とはどのような存在か。愛じゃと？この乱世にぬるいことを申すわ。大事をなすためならば親兄弟であろうと切る。現にわしはそうしてきたのじゃ。よくぞ参った。貴様に遊戯の証を送りたいと思うてな。うん、これでよかろう。半分受け取れ。これを我らの遊戯の証としようぞ。形あるものはいつか壊れる。書も茶器も何でもそうじゃ。そんなものより大切なものなどあまたある。じゃが人は物や品に執着する。人の性がといえばそれまでじゃが、悲しゅうないか。わしは貴様との結びつきが強うなるのならどんな名物だろうと惜しゅうない。何をする。父代わりじゃと？わしの父はもっと格好が良いわ。わしの家族を気取るならついてこい。わしは時代の先へと駆ける。ぼさっとしていると置いていくぞ。